首都の殲滅作戦を開始します。市街地中央に出現した首都はその先端部を地下中心部に位置するアークスシップ動力炉に向け進行中。これの迎撃に向け準備していた作戦マニュアルに基づきエヴァ初号機が出撃。陽電子砲に電力をチャージした後首都のコアを狙撃破壊します。特務機関ネルフの葛城美里です。エヴァンゲリオン初号機の指揮は私が担当します。この首都殲滅作戦の要となるエヴァ初号機のパイロットを紹介します。イカリ・シンジ君よ。よろしくお願いします。陽電子砲にはアークスシップ内に貯蔵している 97% のフォトンを電力に変換して供給します。陽電子砲の発射準備が完了するまでレイアリス・ベガリで出撃、首都の注意を引きつけてください。アークスの皆さんの健闘に期待します。では作戦開始。これより首都殲滅作戦を開始します。アークス各員は AIS ベガミで出撃をお願いします。出撃後エヴァ初号機が狙われないよう周囲の援護砲台と連携し目標の注意を引いてください。目標からの強力な反撃が予想されますが陽電子砲のチャージ完了まで何としてでもしのいでください。検討を。見た目は第六使徒そのものね。またあれと戦うことになるなんて。使徒殲滅作戦開始です。 AIS 艦機による陽動攻撃にてエヴァ初号機から注意をそらします。 Emergency Code Zero。目標は携帯を返す攻撃してきます。また AT フィールドと呼ばれる強力なバリアも確認されています。攻撃を繰り返すことで AT フィールドを破壊すれば隙が生まれるはずです。北、東、西に援護砲台を一機ずつ配備しました。強力な援護砲撃を準備中です。攻撃開始までには時間がかかります。また援護砲台が破壊された場合周囲に被害が及びます。ご注意を。
脳内部に高エネルギー反応。Let's go.